さあ、これよりは皆様の思いをいただきながら、令和新選組山本太郎参議院議員にマイクの方を届けてまいります。それではよろしくお願いいたします。大きな音で失礼いたします。お昼間のひととき、大きな音で失礼いたします。マイクを握っております、私令和新選組代表の山本太郎と申します。よろしくお願いします。落ち着いてくださいね。大丈夫ですよ、聞こえてますから。エールは大丈夫です。ありがとうございます。皆さん景気いいですか？賃金上がってるって本当ですか？大きな企業では 5% ほど賃金が上がったと騒いでいます。でも中身を見てみてください。定期昇給も含めると 3% 程度しか上がっていません。一方でどうですか？物価の上昇に負けない賃上げと言ってます。そんな賃上げが実現している企業どれだけありますか？9月の帝国データバンクの内容を皆さんご覧になりましたか？中小零細バタバタ潰れています。その8割が不況型倒産です。それだけじゃない。賃金が上がる社会を作っていくんだったら、まず景気を良くする以外ないんですよ。今のこれまでの自民党政権のように、大企業に対してどうか賃金を上げてくださいとお願いをしに行ってるのは、神社に頼み事してんのと同じなんですね。政治がやれることはそういうことじゃない。経済政策を徹底的に打たなきゃいけない局面なんです。なぜならば今日本は30年の経済不況にあえいでいます。これ先進国ただ一つ、日本だけです。30年の経済不況が続く国、そこにコロナと物価高が合わさったある意味での経済災害が30年続いた緊急事態が日本なんです。国内見てみてください。どうなってますか？6割の国民が生活苦しいと言っている。この国では貧困が拡大しています。6人に1人、国民の6人に1人が貧困。高齢者5人に1人が貧困。1人暮らし女性4人に1人が貧困。1人親世帯2つに1つが貧困。完全に社会の底なんて抜けてしまってんです、遠の昔に。一方でどうでしょうか？国会議員、自民党の4分の1の国会議員は数千万円もの裏金を作って猫ばばしてもクビにならない。お金も返さない。逮捕さえされない。そして多くの国民が貧困化している中、一握りだけが富を蓄え続けている。大企業、この13年の間に内部留保は600兆円を超える。大企業、内部留保で分かりづらかったらキャッシュ、現預金で考えてみてください。この13年の間に139兆円を超えるお金を貯め込んでる。つまりもうすでにこの国は超絶格差社会になってる。どうしてこんな状態になった？政治の責任なんです。何でもかんでも政治の責任にするな、そういう方いらっしゃいます。とんでもない。この国で起こっている多くの問題は政治に責任があります。なぜか、この国で生きている限りはこの国で作られたルールにのっとって生きるしかないんです。皆さん、政治と自分は関係ないと思ってるかもしれない。とんでもない、直結してます。知らず知らずの間にルールに従って生きなきゃいけない状況にされてる。どうして赤信号で止まる？どうして青信号で進む？道路交通法にのっとってるからですよ。消費税上げられるの嫌ですよね。でも上がった時にそれに抵抗する人いますか？素直にレジでは払うでしょ。どうしてですか？消費税法にのっとってるからです。この国においてあなたの生活、この国の経済が壊されるようなさまざまな政策、法律が通りまくった30年、乾いた雑巾をさらに絞るような行為を30年続けば国は壊れますよ。すでに壊れてる。じゃあ諦められるかって、諦められません。政治によって壊された社会は政治によって作り直すしかない。そのチャンスが選挙なんです。だから力を貸してほしい。もうすでに国会の中では与党も野党も茶番、反対しているかの顔を見せている野党でさえも与党側と調整してとんでもない法律の採決、これに力を貸しています。その中で空気を読まずに、たとえ数が少なかったとしても徹底的に戦うという姿勢を示す野党の存在が必要。それを令和新選組と呼びます。
この数を増やしていただきたい。徹底的に抵抗することによって生まれることがある。それは何でしょう。2019年山本太郎一人で旗揚げした令和新選組、私たちの一丁目一番地は経済政策です。人間の尊厳を守れる社会を作るためには、30年失われたこの社会と、そしてこの国を立て直す必要がある。私たちが言ったことは消費税の廃止です。そんなバカみたいなことみんなが信じるわけないし、できるわけないと思っちゃう。山本太郎は本当にセンスがない。国会の中でそう笑われました。でも今見てみてください。各党のマニフェスト見てみれば、自民、公明、立憲以外はみんな消費税の減税を訴えてますよ。2019年時点では消費税減税の下の字もなかったんです。たとえ数が少なくても風穴を開けられる。消費税廃止に向けて、まずは減税、それを私たちの力でもっと前に進めさせてください。そのためには数が必要。2枚目のごめんなさい、今回比例ピンクの投票用紙には令和とお書きいただきたいんです。消費税廃止なんて無理、そう思われた方、どうして無理だと思うんですか。社会保障の財源になってるからね。そう思われる善良な市民がほとんどでしょう。ごめんなさい、騙されてます。消費税とは、あなたの社会保障とはほとんど関係がありません。消費税とは直間比率の是正、つまりは誰かの税金を下げるために、それを補うために作られたのが消費税。じゃああなたが払っている消費税は誰のために取られているものですか。残念ながら大企業に大減税するため、大金持ちに対して優遇するために穴埋めとして使われているのが消費税の正体なんです。テレビ新聞そんなこと言わないぞ。当たり前です。新聞は軽減税率の適用されている分野ですよね。飴玉をもらってる連中が本当のことを言いますか。テレビはどうか。テレビの母体は新聞社、利害関係者ですよ。テレビ新聞からは本当のことを全て伝えてもらえるわけじゃない。でも事実関係はデータとしてはっきりしている。消費税を上げるために法人税は下げられ続けてきた。その10年、消費税が上がるたびにこの国は衰退の一途なんです。なぜならば消費税とは誰かの消費を削ることになる。国全体の消費を弱らせるんです。消費とは何か。あなたが物を買うときに払ってくれるお金、回り回って誰かの所得になりますよね。消費が弱れば所得も弱る。一部の者たちに票をもらい金をもらって落選したときには仕事の斡旋までしてもらえる。そんな関係性から国会議員のバッジをつけた後に誰のために働くか。大企業のため、資本家のために汗を流し続ける自民党。それだけじゃない、彼らにとってのコストである労働環境を破壊した。1990年から今やその勢い4割さらに増えようとしている。不安定、すぐに首切れる、給料安い、こんな不安定な仕事が増えればどうなりますか。一人一人の購買力弱っていくんですよ。所得を減らした者は物を買えなくなる、買わなくなる、さらに社会にお金が回らなくなる。非正規労働者を増やした結果減ったものがあります。何でしょう。実質賃金です。社会にお金が回らなくなれば事業者も売り上げを減らしてしまう。賃金を下げたり首切りにつながる、そんな悪循環を続けてきた30年が日本の経済なんです。日本の未来に将来はあるか、日本の未来に光はあるか、そう聞かれた時に国は存在する、間違いなく。でもその国内に生きている人たちは倒れるしかない、そんな将来しか見えません。あなた自身が自分の未来に希望を持ててますか。不安しかない、当然ですよ。このままいけばそうなる。不安を作るのも政治、これまでの不安を作ってきたのも政治、そしてそれを希望に変えていくのも政治。その鍵を握っているのが皆さんなんですよ。この国の最高権力者、総理大臣じゃないんです。あんなもんは雇われ店長、前のメガネもクビになった、今度のメガネもすぐクビになりますよ。この国の真の最高権力者、オーナーはあなたなんです。 50% が票を捨ててたら圧倒的に負けてしまう。
でもこの 50% 近くの人たちが動けば社会なんて大きく変わっていく、そういうルールのゲームなんですよ。諦めないで。あなたがいなきゃ変えられないんだから、あなたがいなきゃ始まらないんだから、一緒にやってやりましょうよ。その先頭に立たせていただきたい。令和新選組と申します。ピンク色の投票用紙、比例、比例2はひらがな3文字、令和、空気は読めるが空気は読まない。徹底的に慣れ合いの場所、慣れ合いの場所として、クラブとして存在している永田町、ここに大きな穴を開けていきます。どうか力を貸していただきたい。ピンクの投票用紙には令和とお書きください。お願いいたします。今日私がね、横浜ここでマイクを握っている理由はもう一つあります。今の日本の現状を伝えることと、令和へのご支持をぜひお願いしたいこと、横に広げていただきたい、横に広げていただきたいこと、もう一つあるんですよ。外務省で働いてた若者、官僚経験者が自民党や立憲民主党やそういう政党に政治家として立候補を決めるって話は珍しくありません。外務省で働いていて、そしてロシアの日本大使館でも働いていた、外交の裏や日本政治の闇をたくさん知っている若者、この日本を何とかしたいんだっていう若者が令和新選組から立候補を決めてくれたんです。神奈川2区、横浜市、西区、南区、江南区の皆さん、どうか力を貸してほしい。この神奈川2区っていうのはパンケーキ親父、名前が忘れたのでそっちの名前で呼んじゃいましたけれども、菅さんです。菅さんのお膝元、鉄板と言われている選挙区に日々を入れたい。そして世代交代させてほしい。心からの正義感でむちゃくちゃ安定した外務省勤務という地位を捨てて、令和新選組で一緒に戦ってくれる、そういう決意をしてくれた勇気ある若者をどうか国政に、どうか国会に送り込んでほしい。どうかお力を貸していただけませんか。神奈川2区、令和新選組公認、三好亮です。お願いします。皆さんこんにちは。私がこの神奈川県第2区立候補者の三好亮です。昨年8月からこの神奈川2区で活動を続けて1年以上が経過しております。私のこの活動を支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。先ほど大和代表からご紹介がありました通り、私は外務省で9年間勤めておりました。そのうち7年間が在ロシア日本国大使館であったり、総領事館、地元の人々の交流など本当に貴重な経験をさせていただきました。この神奈川2区で活動する際に外務省を辞めたのもったいない、そういった声今まで100回以上聞いております。確かに私、外務省自身に対しては何ら不満はありませんでした。40代前半から政治の世界へ身を投じよう、そのように計画していたんですけども、総領事館勤務の際に自民党の金権腐敗政治、これを目の当たりにして、自民党に対する怒りが以前にも増して、そして思い切って親にも伝えず外務省を辞めてしまいました。そこで自民党と対峙できる政党はどこか、それを考えた時に令和新選組以外しか期待はなかったのです。私がこの政党を選ぶ判断基準として、バックに一体何がいるのかです。バックに宗教団体や経済団体が存在しますと、その経済団体の駒として動かざるを得なくなってしまいます。それは大半の場合、自身の信念であったり主義に反することもあり、自分自身に嘘をつくことになってしまいます。自分自身に嘘があると、言うこと、やること、すべてに曇りがかかってしまいます。その観点から、バックにあなたしかいないこの令和新選組は、私にとって希望の光でもありました。実はですね、先月9月立憲民主党から、令和で頑張ってるのは知ってるけども立憲民主党から出てくれないか、
そのようなお誘いがありました。しかし今立憲民主党、消費税の減税は時間がかかるからダメ、そして武器輸出を促進するなど、今自民党の政策路線と全く区別がつきません。もちろん断らせていただきました。今回の解散総選挙では自民・公明党でもない、そして第二自民党でもない、この消費税の減税を訴え、そして平和外交を推進する第三勢力の確立が必要不可欠となっております。そしてこの第三勢力の先頭に立つべき存在が私は令和新選組になると確信をしております。どうかこの平和外交推進するためにも三好寮にお力を貸してください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和新選組公認、神奈川2区、つまりは横浜市西区、南区、江南区にお住まいの皆さん、どうか令和新選組の、三好寮にお力を貸してください。あなたの一票だけでなく、どうか横に広げていただきたい。外務省という安定した地位を捨て、そして令和新選組で日本を立て直すと決めてくれた、非常にある意味で変わり者かもしれません。そんな変わり者が集まったのが令和新選組です。国会の中でガチで喧嘩しないで世の中変わるわけないですよね。国会を職案にするなってことなんですよ。次の自分の当選のための、ここを変えていくためには空気を読まない、そういう連中の数を増やしていくことが重要です。国会の中に足りないのは緊張感、そして皆さんをおもんばかる気持ち、そして皆さんへの投資が足りてないのは確かなんですね。ここをしっかりと私たちにやらせていただきたい。数を増やしてください。神奈川2区、横浜市にお住まいの方、西区、南区、江南区の皆さん、神奈川2区は三好寮にお力を貸してください。ありがとうございます。非常に物静かな青年なんですけれども、ここ1年以上ですかね、私の事務所で秘書として活動してもらったんです。選挙の準備というか政治活動の合間にね、ものすごく優秀なんですよ。私の国会質疑って結構キレがあることで有名なんです。時間が短い、だからその間にいかに相手に対してぶっ刺しに行くかということに関してものすごい量の情報を処理していきながら、磨き上げていくっていう作業をしなきゃいけないんですけれども、法律読むの早い早い、むちゃくちゃ分厚い法律書みたいなものですね、法案ですね、そういうものもそうだし、どこにポイントを置くかということに関しても、私はこういうことにクローズアップしたいんだって言ったら持ってくる情報も的確。何が言いたいか、明日からでも国会議員やれるんですよ。力貸してほしい。今国会議員やっててもほうけたおっさんいっぱいいますよ、ね、国会の中で寝ぼけてずっと寝てて大丈夫か、毒でも盛られたんかみたいなおっさんいっぱいいますよ。違います、ただの居眠りなんです。そんなおっさんよりも世代交代、三好寮、神奈川2区は三好寮にお力を貸してください。ありがとうございます。令和新選組と申します。先ほど三好寮が神奈川2区で活動しているときに、立憲民主党からそんなとこでやってないでうちから出ないかって言われたって言いましたけれども、三好寮、神奈川2区で立憲ではなくて令和でやりますということを答えた、その理由は何だったかって言ったら、この30年経済不況が続く国、日本先進国たった一つ、先進国で唯一30年経済不況が続く日本の中で、消費税をこの先増税しよう、そう思っている勢力に力貸せるはずないんですよ。より経済弱ってしまいますから、何よりも直ちに減税なんです。究極は廃止しかないんですね。で、先日党首討論というものがありました。各党の党首が集まってテレビの中で討論するものなんです。で、今この局面で消費税さえも減税しない理由は何かということに関して、自民党と立憲民主党は時間がかかるっていうんです。時間がかかる、なるほど、そんなに時間がかかるもんなんですかね。世界を見てみれば景気が悪くなる、もしくは悪くなりそうになる、そういう時には必ず消費税的なもの、いわゆる付加価値税、消費税は下げるんです。消費が滞れば社会にお金が回らなくなる、経済傾けば会社が潰れる、失業者が生まれる。だからこそ滞りなくお金を回していくためには消費に対する負荷、消費に対する罰金は下げるんです。これ世界の常識。一方で日本は1997年消費税 5% に上げた翌年から本格的デフレ、
この後何回消費税上げた？その間に失われた経済莫大なんですよ。個人消費を減らしてしまえば、消費が減れば所得も減っていくんです。今この局面において減税すべきなんじゃないの？自民と立憲の答えは時間がかかるからやらない。先日党首討論で話をしました。野田さんと石破さんに時間がかかるからやらないって言うけれども、イギリスは7日で減税やってるぜ、マレーシア16日でやってるぜ、ドイツは28日でやってるぜ、そう言ったんです。返ってきた言葉、それらの国々と日本とは仕組みが違う、日本は税制改正、法律を変えなきゃダメなんだってことを言うんです。何を言ってんだこのすっとこどっこいと。ドイツは14日間で法律改正しましたよ。そして減税しました。フランスは78日で法律の改正を行って減税しましたよ。どうして日本だけがやらないんですか？やる気がないだけじゃないかって話なんですよ。国民の窮状、中小企業の苦しみ、そういったものも分からずに減税すらも考えないなんて、そんな奴らはたったとた、た、とっとと退場させましょう。いかがですか？国民の命がかかってる、日本の未来がかかってる、徹底した経済政策、どうか私たちに推し進めさせてください。1枚目の投票用紙、あなたの選挙区、横浜市西区南区江南区にお住まいの皆さんは神奈川2区です。三好亮に託してください。そしてピンクの投票用紙は比例です。全国どこからでもひらがな3文字令和とお書きください。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、この後なんですけれども、私たちというより私ですね、関西方面に移動するんですけど、少しだけ時間取りまして、もし三好亮と山本太郎の間に挟まってスリーショット写真を撮ってくれるという変わり者の方々がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に撮って帰ってほしいんです。超高速になりますけれど、写真を撮っていきたいと思います。